ライブは長め、グリップは高め。Welcome to Superstar Channel. はい、皆さんこんにちは。スーパースターチャンネルへようこそ。今日はですね、4月の30日でございます。晴天の本日、 YZ サーキットの方にお邪魔してます。今日はですね、はい、ゼクロバの人なんですが、今日は何しに来たかと言いますとですね、こちらの方ですね、僕が D1 ライツに乗っていたこちらのライツ道なんですけれども、まあ車はいいですが、今回ですね、こちらのテクノバから新しく、JR500 という新しいタイヤが発売になります。これから発売する予定です。で、今回ですね、265、358、トレッドウェア240ということで、はい、ウルトラスポーツシリーズという新たなちょっとラインナップなんで、ショーが、すいません、僕がちょっと分かってないのもあれなんですけれども、今回ですね、ニューエディションということで、デザインデベロップメントとスイッインスイッツランドということで、スイスの方がね、開発したということで、新しく発売になる予定ということで、まあ今回サンプルなんですけど、日本でどのような結果になるかっていうのを、テストしてくれということで、今回、サンプルが送られてきておりまして、今回テストのために YZ の方に来ております。こちらの方のね、製品の特徴がこちらの、まずね、溝が1センチほどということで、ロングライフというのを狙ってだとは思うんですけれども、まず溝が1センチで、次にこのトレッドが見て通りの分かるように、ほとんどないというのが今回の製品の特徴になっております。ですので、まあライフは長め、グリップは高め、排水はちょっと分かります。まあ僕に雨のことをね、聞いちゃいけないんで、はい、雨が得意なドライバーですので、ということですね、今回このタイヤをテストしていきたいと思っております。で、他の国の方もね、何かテストされたんで、インプレッションは結構聞いてるんですけれども、まあグリップに関してはスーパースポーツより格段に上ということで、あとはまあライフもね、1センチの溝があるということで、スーパースポーツにと同じぐらいか、まあ、もしくはそれより長いのか、まあ、ライフの方も長めだということは今回伺ってます。ただね、スイス、北欧の国ということで、今回のコンパウンドがですね、スイス寄りになっていると。つまりは日本でいうと秋冬モデルというところになっているっていう話は聞いているので、まあ、発熱性がかなりいい分、ちょっとオーバーヒートも早いんじゃないかというところがね、暖かい国では言われてますので、今回その辺もね、チェックしていきたいと思っております。はい、まずはですね、はい、こちらのいつも乗り慣れてますスーパースポーツ RS のね、265、今回エアは僕には低めの2キロ、いつもは 3.5 キロで走ってるんですけども、今回は2キロでね、統一して1回履いてみたいと思います。で、今日の路面状況はですね、35度、ということで、晴天であったかい路面温度となっておるので、まあまあちょうどいい気温じゃないかなと思っております。で、まずはね、スーパースポーツでいつも通り走って、今年また1回目か2回目か忘れたんですけど、ほとんどドリフトしてないので、まず体をね、ドリフト鳴らしてから新しいタイヤを履いてテストしてみたいと思います。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、じゃあスーパースポーツ行ってみます。
はね 20.6 度ということで、高度計の方は約40後半ですね。スーパースポーツでこのぐらいの気温だとだいたい55ぐらいなので、スーパースポーツより若干柔らかいかなというところで、まあ熱の入りはかなりいいんだろうなっていうのが予想されます。スーパースポーツのを履いてですね、 YZ のインコースの方を走ってまいりました。まあ、いつも通りのスーパースポーツな感じだったんですけど、今日はちょっとあったかいからか若干ね、グリップ感が少なかったんですが、はい、これでちょっとね、次は、JR500 の方に履き替えてですね、走ってみたいと思います。さあ、ちょっとどうなるか楽しみです。行ってまいります。さあ、行ってみましょう。 JR500では行ってまいりました。 JR500 の方ですね。今日はちょっとねピンマイクの方が持ってきてなかったので、走行中の、インプレッションの会話はちょっと少なめなんですが、まあ、乗った感じはですね、もちろんスーパースポーツよりねかなりグリップはするし、まあ、発熱は同じぐらいだと。で、温度の上がりがスーパースポーツとそんなに変わらないんだけれども、まあ、上がってからのそのタレ感っていうのかな、スーパースポーツによく皆さんが言ってるようなあるタレ感っていうのがあまり感じられず、常に一定したような感じですね。で、こちらのちょっとライツ号がね300-230馬力ということで、ちょっとパワーが少なめな仕様なんですが、これだとちょっと若干3速だと食われ気味なのかなと。もっとクラッチを多用したりとかね、高回転キープすればもちろん問題ないんだけども、若干食われてるような感じはしました。ですが、まあね、常に踏んでられるっていうところで、まあインコーナー飛び込んでからのアクセルを抜いている時間がね少なくて済むと、かなり、まあ、踏みっぱなしでいけるっていうことなので、ライツでちょっと使えるかは分からないんですが、地方戦では十分かなと。まあ、ライツの場合はね GP とのレギュレーションがあって、日光以降はねレギュレーションがあるので、このタイヤも検査出して 10.5 っていうのを証明しなきゃいけないんだけど、今のところ証明書がないのでライツでは日光までしか使えないんですが、まあ、かなり使いやすい。で、これだけ3速4速で分回して、走ってもまだ溝はね半分ぐらい残ってるので、まあもちろんね1センチっていうその溝の深さがかなりライフには効いてるんじゃないかなと思います。ただね、真夏だとちょっとオーバーヒートしちゃうのかなと。今日ぐらいのね
外気温 22、3 度でちょうどいいのかなという感じはします。はい、もう1台試した方がね、ずっと走ってたらやっぱりオーバーヒート110度ぐらい超えてしまって、表面がねドロドロに溶けてしまったので、まあ、100度ぐらいまでっていう考えると、まあ、走行回、まあ、ワンヒートゆっくり走ってちょっと休み休み走るぐらいだったらちょうどいいかと、まあ、あとは大会だったらね、まあ、2周3周で終わってしまうので、そこにね、マックスグリップを持ってきたい方がいればそれはそれでいいのかなと思います。はい、ということでこれがね、今日試したのがトレッドウェア240ということなんですけれども、メーカーの方から連絡が来まして、こちらがねトレッドウェア140と240、2種類、5月から発売ということになります。で、うちでももちろん取り扱いはするんですけれども、サイズが、4種類ぐらいかな、あ、235-4018ぐらいから19インチ、285-3518またかな、まで4種類ぐらい、これからあのラインナップは公表しますけれども、でそちらが2種類発売になるということになりますので、まあ、5月6月ぐらいにはうちの方でも取り扱いスタートするんじゃないかなというところで、その頃にはまた価格も合わせてね発表いたしますので、ぜひね気になった方は使ってみていただけるといいかと思います。ただね、雨の日は僕に聞かないでください。雨の日は僕は全然いいとこを見せたことがないので、信憑性がゼロなので僕のコメントは一切役に立ちませんので、晴れの日は良かったです。はい、スーパースポーツがフロントだと負けてアンダーが出るような感じが出てましたので、かなり、はい、なのでオーバーでちゃんとねドリフト体制に持ち込めて踏んでいける方だったら非常に使いやすいタイヤかと思いますので、ぜひね発売したら使ってみていただければと思います。はい、じゃあ今日のインプレッションはこちらにて終了となります。ありがとうございます。